アルベルト・プリンツ・フォン・トゥルン・ウント・タクシスは、ドイツの実業家、億万長者、ソーシャライト、トゥルン・ウント・タクシス公爵家の、元当主。全名は、アルベルト・マリア・ラモラル・ミゲル・ヨハネス・ガブリエル。1990年、父の死により8歳で、公爵家の課長くらいと財産を相続し、同時に、世界最年少のビリオネアとなった。 純資産は2009年の時点でおよそ21億ドルと見積もられている。アルベルトは1990年より世界最年少ビリオネアの地位を保ち続けていたが26歳になった2010年25歳で40億ドルの資産を獲得した Facebook の創設者マーク・ザッカーバーグにその地位を奪われた。アルベルトはトゥルン・ウント・タクシス・コー・ヨハネスと 1980年代にメディアの注目を集めていた公爵夫人グロリアの間の長男として生まれ、1990年に公爵家の家督と財産を受け継いだが、母グロリアがアルベルトの成人まで財産を管理した。アルベルトはローマの高校を卒業すると軍務に就き、その後エディンバラ大学で進学と経済学を学んだ。レーシングドライバーでもあり、2007年のドイツアダック、 GT マスターズでは所属チームと共に準優勝を果たした。アルベルトは2008年、米、ホーブス氏が発表した最も注目されている若手の王族20人のランキングにおいて11位にランクインした。トゥルンウント・タクシスケは新生ローマ帝国の郵便制度を開拓し、司った一族である。ヨーロッパ大陸における制度の発展に大きな役割を果たす一方で、 郵便網の支配によって巨万の富を蓄積し、帝国諸行にも列せられた。現在、トゥルンウントタクシスケの企業活動は5つの重点部門を持つ。第一は、エイリン、木材業である。1960年代にカナダの森林を購入したが、その時に海岸線を所有林に取り込み、養殖業まで発展した。木材業は、製品の加工まで系列化されている。 リ林地は広大である。ドイツでは、バイエルン州とバーデンビュルテンベルク州に、カナダでは、ブリティッシュ・コロンビア州に、合衆国では、ジョージア州とフロリダ州に所有、経営している。第二は不動産、農業である。ドイツの古くからの所有地に加え、イリノイ州とマットグロッソ州で1960年代頃から購入され続けた用地は、1980年から、 適地的作化と機械化が進んだ。基金を組んだ不動産投資、都市開発にも精力的である。第三は金融業である。1923年に農林銀行株式会社を設立。1965年にミュンヘンへ本店を移した。1988年、同行の決済額は8億6千マルクであった。金融部門は コンツェルン化したり、ルパート・マードックのスポークスマン、アンドリュー・ブッチャーと、ブッチャー &CO を共同経営したり、アメリカ東海岸の大ブローカーで、ワコビアの前身であった、ワコビアセキュリティーズへ25%以下を出資したりした。第4はビールである。1989年は有限会社として8000万、マルクを売り上げた。1996年、 醸造所はパウラナー醸造所へ売却されたが今なお同家のブランドで売っている第5話工業であるプフォルツハイムにあるドドコグループは電子産業や自動車産業で利用される貴金属含有の接触部原材料を製造する世界的な最重要メーカーであるタクシス家は1987年からグループを占有している1989年の売り上げは 約六億マルクであった。1984年、日本にも代理店が置かれたが、それは、先進国のあちこちに代理店が置かれた最後である。ありがとうございます。